ルナメール号は、京都駅、新大阪駅、大阪駅、関西国際空港と桐田タ駅、ス佐美駅、串本駅、キーカツラ駅、新宮駅の間を運行していた JR 夜行高速バス。ルナは、ガツ、メールは、海を意味する。1996年3月1日、大阪駅と桐田タ駅、キーカツラ駅、新宮駅を結ぶ路線として開業。 1996年9月1日からは、串本駅にも停車するようになり、さらに1999年3月19日から、京都駅へ延伸、新大阪駅、関西国際空港、すさみ駅にも停車。京都営業所にて2002年3月31日、西日本 JR バス、木板鍋営業所新宮発出所の廃止とともに、運行終了。大阪、 京都側を担当する運転士と新宮側を担当する運転士が木板鍋駅で交代するワンマン運行であった。木の川サービスエリアで休憩、道の駅イノブータンランドスサミで乗務員のみの休憩をとっていた。使用車両は大阪駅発着時は644から5913.5914が、 京都駅延伸時からは六百四十四から九百四点零九零五が主に使用されていた。大阪駅発着当時の六百四十四から五千九百十三点五九一四は、前運用でスーパーライナーツ三号として大阪駅と津山駅の間を往復していた。釣り列車などと呼ばれていた新大阪発新宮行の快速列車が、キータ鍋行に短縮された時期。 下り新宮駅行き、ルナメール1号の空席に、本来は乗車できないキータナベ駅から乗車できる、特例的な取り扱いを一時的に行っていた。ありがとうございます。